気になってきましたね。ランの展示会で購入してきた4株をご紹介したいと思います。で、今回はですね、なんと私コチョウランチャンネルをやってるんですが、初めてコチョウラン以外のランを購入してしまいました。まあ普通コチョウランにしか興味がない私なんですけど、展覧会でいろんな種類のランを見て、もう可愛くてもうどうしても欲しいと思って、とうとう買ってしまいました。しかも20ユーロしましたよ。まず紹介しますね。コチョウラン以外のラン2株、まずこちらから。もう見てください、これこんな小さいんですよ。私の手がこれでめっちゃ小さい、可愛い。こちらはですね、アングレカムっていうお花品種かな、のエランギスというお花ですね。アングレカムの特徴として、お花から伸びているこのキョと呼ばれる白い冠ですね、これが特徴らしいです。もうめちゃくちゃ可愛い。本当はあの4輪咲いてたんですけど、うちに来てからね、うちの寒さとか湿度の低さにやられて、あの先の方の2輪がしおれてしまったんですけどね、まだ2輪こうやって咲いてくれてます。あー、かわいい、小さい、最高です。育て方とかね、これからちょっと調べていかなきゃいけないんですけどね、もうなんとか頑張って育てたいですね。こちら後ろにこのようにあの品種名、名前が書かれていますね。もう最初これ何の略語なのか、もう何の花なのか、あの意味が分からなくって、もうネットで探しまくりましたよね。まあなんとかそのアングレカムっていう品種名とエランギスなんだっていうのがやっと発見できて、まあそこから育て方とかもあの勉強していこうと思ってます。はい、こちらエランギスの紹介でした。でこちらもまた小さい株ですね。こちらのこれコチョウランにそっくりじゃないですか、小さいけど。コチョウランだと思って買ったんですけどね、こちらはコチョウランじゃないんですよ。読めますか皆さん。最初私このつづりが全くこう読めなくって、あのいろいろ試行錯誤して、調べた結果ですね、この子は、セラトセントロンっていうコチョウランらしい。あ、違う、コチョウランじゃない、セラトセントロンというランの種類で、絶滅危惧種なんですって。そんなん売ってていいのって感じですけど、絶滅危惧種だからこそこう増やしていきたいところですよね。なんかフィリピンとかにのあのこう高いところに生えてるらしいです。でお花は何だったかな、オレンジ色のお花が咲くよって売ってる人が言ってましたけどね、いつ咲くんでしょうね。まあランの育て方でいいよって言ってましたから、まあこれから水少なめで育てていこうかなと思ってます。花が咲いたらいいなと思います。これいくらだったかな、18ユーロとかだったかな、結構高かったですね。まあ、一番高いのはこの子ですね。20ユーロしました。20ユーロ、この子、まあ、小さい大きい関係ないんですけどね、でもやっぱ衝撃ですよね、こんな小さいので20ユーロってね。はい、でこちらあと2つはコチョウランです。はい、でも見えてます、この手前から紹介しましょうか。もう名前見えてますよね、コルヌセルビー。これは原種なんですかね、よく聞く名前ですよね、コルヌセルビー。まだお花が咲いてないですけど、
何色の花が咲くのかな、黄色っぽかったかな。ちょっと後で写真とか貼っておきますね。18ユーロでした。高いですよね。いや安いのかな、もう分かんないですもう私いつもスーパーで2ユーロとかのコチョウラン買ってばっかりなんでね、もうちょっと次元が違いますよね、展示会とかのコチョウランっていうのは。はい、でこちらがですね、見てください、すでに小株ができてますよ。面白くないですか。こうもう小株ができていたから買ったっていうものです。これここにも小株できてるんですよ。すごい面白い。これってすごく小株ができやすいコチョウランなんですって。ここに名前がファレノプシスプルクラっていうものですね。もうわちゃわちゃしすぎてて、もう何がなんだか、何が本体でどれが小株なのかわからない状態で、でこれが花茎ですよね。花茎もいっぱい出てます。でお花はオレンジのような赤っぽいようなお花が2つ咲いてたんですけど、うちに来てうちの寒さのこのショックで枯れてしまいましたね。まあ仕方がないですね。うちのこの寒さどうしようもないんでね、こっちはもう最高気温が12度とかで、朝明け方の最低気温が2度とかになってます。寒いです。であと暖房費がね、きっと今めちゃくちゃ高くなっているであろうとのことで、怖くて暖房つけられないんですよ。だから家の中の温度がですね、今日中なんでやっと19度にはいってますけど、明け方の部屋の温度とかは16度とか15度とかですね。寒いです。まあ、この環境に慣れてもらうしかないですね。もう本当頑張って励ますしかない。はい、こんな感じで以上、コチョウランの展示会で買ってきた新しい仲間たちです。今後いろいろ成長の具合などを報告していきたいと思います。では見てくれてありがとうございました。さようなら。